アサリかなんか取れるのかな、なんかみんな貝取ってるな、なんか取れるんでしょ。砂浜なりなんなりをこのスニーカーで歩くのだろうかっていうのがあるけども、どうしようかな。結構ねさすがに靴下びしょびしょがちょっとねテンション下がるんやけど、ジュリアン oui moi je m'étais dit oui pourquoi pas oui comme ça on peut voir un peu de Falaise 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 quoi。あそこの上をね歩いてきたんですよね、ずっとね。でこの崖沿いに戻っていくっていう感じですね。ムール貝が取れるみたいですね。みんな取ってる、取ってるなんやろうなとかって言って、嫁がなんかちょうど歩いてるおっちゃんに聞いたらムール貝や言うて。あ、いいね。先降りなくて正解だね。海岸線っていうか、あの降りなくて正解で歩いてきてよかった崖の上を。ちょっとねここねぐちゃぐちゃちゃうかなと思って、俺地面ちょっとね歩くのためだったんだけど、ぐちゃぐちゃではなかったから、石の上歩くよりは全然歩きやすい。海岸に近づいてみようかなと。ラッキーなのは本当に砂が硬いから水がないからよかった。歩ける。って油断してて靴下びしょびしょになるっていうパターンがありそうなんですけどね。ただそこはねちょっとね僕もいろいろ学んでるので、靴下の替えだけは持ってきて、あ、靴の替えはね持ってこなかったんだけど、まあどっからまた分かったちょっと水が増えてきた。こういうのね油断や、油断するんですよ。ということでですね、結構近づきましてちょっとね濡れないように歩くのが結構ね宿泊して、まあそれ宿泊でもないけど、まあ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 楽しみながらですな。こうなんかほんまにこうドラマのロケ地になりそうな、走りたいようなねこうなんかジープみたいな感じで綺麗で。白い崖なんですよね、あそこね。もうねバカみたいに綺麗だな綺麗だなしか言わないですけどね、もうほんまに綺麗だなと思いますわ
来てよかったなと。まあいつものごとく運転するのは嫁なので、僕運転免許持ってないから。いやー言うことないね。セビアンサー、あ、結果体が横にずっとついて、はいはい、結構ね、砂浜というか海岸を歩いて、あそこから来てね、あーってもう見えないですけど、もうあの奥降りてまた戻ってきて、であそこから上に登っていけるね。この先あの降りるかどうしようかなみたいなところですね。ただ若干ここが結構テクニカルな感じなんで、まずは渡ります。無事に水たまりを靴下濡らすことなく渡れたんです。よかった。なんか修学旅行みたいな人がいるね。日常を紡いでいってる感じはしますね。なんか登り切りましたね。登り切ったというか、さっき来たところに、これがね、あの白い岩だからブロンネって